俳優の藤岡舞斗が10月22日からスタートするテレビ東京のドラマチューズ枠ウィングマン、毎週火曜深0時30分主人公のヒロの健太役に決定した。仮面ライダー本郷猛、仮面ライダーで知られる俳優の藤岡弘の長男である藤岡が特撮ヒーローオタクで自らもヒーローに変身する役柄で地上波連続ドラマ単独初主演を務める。恋愛少女や伊豆で知られる漫画家桂正和氏による週刊少年ジャンプ集英社連載デビュー作、1983から85年までにして代表作を実写化。原作は80年代の特撮ヒーローの影響を大きく受けた作風が男女問わず人気を集め、アニメ化、ゲーム化など様々なジャンルで魅了し続けてきた。